バニラスカイ。女のハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはもう今年ね、最後から2回目ということで派手にお送りしたいんですけれども、一人なんです。なのでね、今回も皆さん最後までイチャイチャお付き合いください。お願いします。早いもので明日はクリスマスイブ、明後日はクリスマス、ほんと早すぎますね。良い子の皆さん、大人の皆さんも含めてですよ、サンタさんに何かお願い事しましたか？うちの娘、今年サンタさんに何をお願いするんでしょうね。聞いてなかったの。サンタさん間に合うのかしら、うちの子。まあね、サンタクロースさんはね、どんな力の持ち主か分かりませんが、とにかくパワフルでピースフルでハピフルな方ですからね、まあ、そこはちょっと甘えて急いで何にするのってね、決めてもらいましょうかね。そうそう、鹿児島クリスマスマーケットのね、行われています鹿児島中央駅に先日伺ったところ、沖縄って背中に書いてあるジャージを着た女子高生たちに会いまして、で私フライヤーをねお配りしてたんですよ。今度生配信ライブありますって言って、そしたらね、彼女たちに FM ギノワンのパーソナリティをさせてもらってるんですよってお話ししたら、え、私たち FM ギノワンの周りを部活動のね一環で走ってますよって言って、え、そうなのって言ってね、盛り上がりました。もうなおさらね、来年こそ沖縄行きたいっていう気持ちでね、いっぱいになっちゃったんですけれども、来年は絶対行きますから、皆さん生放送ライブじゃない、生放送のラジオで生放送ライブみたいな感じでねお届けしたいので、お楽しみくださいね。もうこれは約束ですよ、来年こそ沖縄行くぞみたいな感じで、皆さんよろしくお願いいたします。私の人生、気がつけば断捨離ばっかりだなってね、つくづく思うんですよね。あんなにさ捨てるのが嫌だったり、もう大事なものちょっとした包装紙でもね、もうリボンでもね全部取ってて、シールでも何でもね、もうとにかく大事に大事に保管していたのに、大人になっていろんなことを経験して、あ、もう大事な人がいればいいやっていうねことを悟ってから、悟らされてから、とにかくね断捨離なんです。ある意味人間関係もね断捨離しすぎだろうって思う方もいらっしゃるかもしれませんけどね、まあ、そういう陽子がですね、最近はとにかく初心を忘れちゃいけないと、全てにおいて、今ね私幸せなんですよ。何かを変えなくても、誰かの力を借りなくても、私は幸せです。だけどこれ以上一人で生きていくとね、ハッピーなものもハッピーじゃなくなるとか、もっとハッピーになるのに、あ、ハッピーこの程度でいいんだね、自分のことだけでいいんだねみたいになったらね、いけないからという意味も込めて、初心は大事だなって思うようこのクリスマスなのでこの曲をお届けしたいと思います。ようこでアンフィニッシュドストーリー。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、場所探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その太陽のように
Unfinished Story お聴きいただきました。いや皆さんクリスマスですよ、明日から。いかがお過ごしですか？もううちの子サンタさん来るんかなってね、私が心配してるけど、まあ中学校2年生もうそういう次元じゃないのかしら。代わりに私が何かプレゼントお願いしようかしら。そういえば今年もうバタバタしすぎて、もうなんか私ね、いやあんまりプライベートなこと言ったらいけないのかなって思っちゃってる方なんだけど、まあ結構お伝えしてますけどね、それにしてもね、11月の中旬から今日まで慌ただしく毎日過ぎていっちゃって、だからクリスマスツリーも出してないのね。ツリーを出すのはうちの子の係なんですけれども、うちの子 もうこの間までソロアンサンブルコンテストのフルート部門にね、ソロで出まして、私も一緒に練習してだったので、私はピアノ伴奏だったんですけれども、うちの子はね1年半かな始めて、でまあ結果があったんですけれどもね、まあ次のまたステップアップにね、あ頑張れるなっていういい結果だったので、そうそう、またね来年は来年でこの冬の時期一緒にコンテスト出たいなと思ってるところなんですけれども、まあ、さ子供の成長ってすっごく面白くって、お腹にいるうちからもそうだし、出てきてくれてからもそうだし、たださ、その成長過程の中に、あサンタクロースはねいつまで持ってきてくれるかなって言ってる時は可愛かったんだけどさ、サンタクロースに何をお願いしようかなっていうのももう忘れちゃうくらいさ、なんかこうお姉ちゃんになっちゃうのちょっと寂しいなってね今年は思っちゃった。去年まではいつまでシノンに来てくれるかなって言ってて、あそんなんだったらあの次の世代にバトンタッチしますっていうお手紙でも書けばとか言って作戦会議したんだけど、やっぱりこれが欲しいからこれお願いするとか言って、あそうなんだ、まだサンタさんに欲しいんだねって、ママが買ってあげるからサンタさんじゃなくてもう次の子たちにさって言ってもダメだったのね。でも今年は私にねだるつもりもなさそう、まあ、おじいちゃんおばあちゃんからはね何が欲しいのって言われた言葉に対してはあれが欲しいなみたいなことは言ってましたけど、サンタクロースね、今年恋人はサンタクロース、本当はサンタクロースっていう曲を歌って、その歌ってた時に、まあ、カバー曲をね生配信ライブで歌った時にうちの子がやたらめったらこう口ずさんでた、あーもうサンタクロースじゃなくて恋人がサンタクロースみたいな青春時代になっていくんじゃないかなって思いながら、うちの子はもちろんあのカレビはおりませんし、うちの子にカレピができた時には家族総出でオラドイツやみたいな感じでね行きますけれどもね、まあとことん自分のことは棚にあげた人生を送っている私でございますが、まあ、とにかくね24日は今年はもう何年ぶりかにクリスマスケーキも頼めまして、私は24日鹿児島中央駅の鹿児島クリスマスマーケットから生配信ライブを行っておりますが、夕方5時から陽子バンドでギター一志、ピアノ北園真由美さん、ベース服部湊さん、そしてドラマ杉野俊之さんという陽子バンドでお届けしておりますが、陽子を応援してくれてる家族たちはね、その目の前で私が予約して頼んだであろうチーズケーキを食べているはずだというねいいんです、私はもういいんです。何年も前から私のクリスマスは全部仕事でやってきました。いいんです、もう本当にプロになりたいと思ってね、もう10年近く前にハッピーダイニングニジアという居酒屋さんでね、そこにはね可愛い女の子たちがキャストとして働いてるのが売りでした。その頃私はまだ結婚してたかもしれませんね。でクリスマスの時期みんな休みたいと、陽子さん代わってほしいです、いいですよと、私はクリスマスね働きながら歌って歌手の夢を叶えてやると思ってました。で歌手になれました。そこからしばらくしてクリスマスイベントに出演してもらえませんかというありがたい言葉もいただくようになりました。おかげで毎年クリスマスイブやクリスマスはどこかで本番を歌ってきました。子供にサンタさんのねお手紙を書くお手伝いはできても、ケーキを予約してあげる余裕もないくらい9、10、11、12バタ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 生活しておりました。今年はやっとチーズケーキを頼んであげられる余裕もあるような、歌手になっておりましたが、コロナのおかげでクリスマスイブの本番で今年は最後ですかね。そう考えるとすごく寂しいな。
まあそんなことはどうでもいいです。そこじゃないんです。おかげで今年もようこクリスマス一人ですよ。寂しいですよ。サンタクロースどこに行ったんだっていう話です。まあこういう話をしてね、まあ今回のこのねライブじゃなかったこのラジオをね、もうどこまでドギマギしてるんだそうそう、でもねようこのねこのバニラスカイをお聞きいただいてるリスナーさんっていうのは、お聞きくださってる方々はですね、ようこのことめっちゃね大事にしてくださってるんですよ。皆さんがねいてくださらなかったらね、もうようこはねもう心もね折れてるかもしれないし、涙を毎日流していたでしょうし、何よりもハッピーですなんてねもう言えなくなっておりましたよ。そんなのが今年でした。だからね皆さんのおかげでようこはようこでいることができましたから、来年もどうか一つ私ねいろいろとね音時間発信できるね、また新しい作戦とかね発見しております。なのでどうかどうか支えてください。来年もよろしくお願いいたします。私はこんなやつですからね、皆さんがもうようこまだやってるかとか、あーもう手に負えないな、だけど俺がいなきゃ私がいなきゃダメだなって思ってくださってるはずです。それが本当です。誰一人かけてはいけません。ようこには皆さんが大事です。なので来年もよろしくお願いいたしますね。そして来年のクリスマスは誰よりもハッピーであるようこをね、皆さん願ってあげてください。1年かけてようこを幸せにしてあげてください。ようこはもう今年はもう諦めました。なので皆さん、そんなようこに絶対クリスマスイブはお付き合いくださいね。いい歌歌いますから、みんなのことを思って歌いますから、お願いしますね。詳細はですね、ようこのオフィシャルホームページやようこの YouTube からもいろいろ情報載ってますんで、 YOKO 鹿児島、ようこ鹿児島で検索していただきますといろんな情報出てきます。ぜひぜひ、こんなクリぼっち寂しそうなお母さんはこいつかみたいな感じで検索お願いいたします。では今夜の2曲目は、鹿児島を愛してやまないアーティストたちと一緒に歌いました、ようこのシャイニーという曲、去年発信してますのでシャイニー2020、みんなで歌ったバージョンをお聴きください。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日
ャイニー2020お届けいたしました。あーそういえばもういくつ寝るとお正月っていう日に入りましたね。お正月もう1週間後お正月ですよね、ほぼね。何してますか皆さん。片付けもしないといけないし、お餅もね準備しなきゃいけないし、おせちもだなとかいろいろあると思うんですけれども、ぜひ来週はバニラスカイ丸1年経つねっていう記念をね皆さんと一緒にできたらなと思います。 SNS でもねちょっと今回はねリクエストとかちょっとこういうネタくださいみたいな感じでね募集してみようかなと思います。来年はいろんなゲストさんとかもお呼びしていいんじゃないかな。1年私だけ、あと家族だけだったのでね、そろそろ素敵な男性素敵な女性私の周りいっぱいいらっしゃいますから、来年はあなたがバニラスカイに出演してくださるかもしれませんというね嬉しい期待を胸にお届けしていきたいと思います。なので来週の放送では皆さんからメッセージこういうお題でお待ちしております。お題は今年の私、来年の私、まあある意味目標的な感じかな、でもいいし、今年の私に一言、来年の私に一言でもいいと思いますし、とにかく自分を見つめた今年と来年のなんかねメッセージお待ちしてますよ。ぜひぜひください、お願いします。そうそう、この間この曲で盛り上がったんですよ。12月19日今年も開催されましたイラプション in 薩摩2021キックボクシングの戦いです。前半はアマチュア戦がありまして、もう午後ね後半の方はプロの大会になってたんですけれども、去年に引き続き今年薩摩さざ波さんというね鹿児島ご出身のキックボクサーの方がですね主催されたイベントなんですけれども、まあ盛り上がりましたよ。去年はね初めてだったのでいろんな方が手探りだったんですけれども、特にね選手たちがすごく手探りな感じでした。だけど今年はイラプションのすごかったところは、みんながさざ波さんに感謝されてこの大会があるっていうことを目標に1年間頑張っていらしたんだなっていうのがすごく見えて、もうね鼻血もね出てる方もいたしね、2人ねアマチュアとプロと救急車にお世話になってね、大丈夫かなって心配するようなこともありましたけれども、でもねしょうがないよね、そういうシチュエーションになってしまうのはね、もうキックボクシングっていうねスポーツにはついてきてしまうことなんだなってね、もうこっちがねハラハラドキドキしながらね観戦してました。で、あのキックボクシングのその大会でこんな時だからこそみんな一つになって今日の開催されたことをありがとうっていう気持ちと、おめでとうっていう気持ちと、そして選手たちをもっともっと後半も盛り上げて応援していきたいって思って、ヨーコのライフという曲をねみんなで一緒に歌った、手を挙げて応援したんですけれども、まあ良かったですよ。リングってさ四方だから基本あの本部席の方を向いて歌ってるんですけども、その間はお尻を後ろの方には見せちゃうわけじゃないですか。だからね去年はねもう360度乱れてるから、どういうパフォーマンスしようと思って、私も手探りだったんだけど、今年はねそれをうまくねこう楽しめたなと思って、で今年は照明さんが入られたので去年とはまた違ってね、ライブ会場みたいな感じになって、まあ、それはそれはもう豪華な感じの演出になりましてね、お客様もねもうみんな一つになって右手を掲げてウォー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 ってね一つになってくださいました。もうその説は皆さんありがとうございました。ではね今年もみんな頑張ったね、もっともっと元気にパワフルにいきましょうみたいな気持ちを込めて一緒に歌いましょう。ヨーコでライフ。簡単に崩そうよ、そして
子でライフお聴きいただきました。もう最高でしょう。右手掲げてっていうね、あの一つになる瞬間がよかった。なんかね、来年はスポーツ向きなね歌もね作りたいなと思っておりますよ。あとね、すっごくいいこと聞いたんだ。よくね、次作りたい曲のタイトル決まってるんですよ。花バターデイズっていうね、この意味はもう来年じゃないな、本当ね今年中に発信予定なので、今年中にねとにかく1曲出したいので、花バターデイズをね作りたいんですけれども、それはクリスマスが終わった後に速攻取り掛かるので、皆さんそちらもそちらでお楽しみください。これをね知らないサウンドプロデューサーの意思は、えそんなこと勝手に思ってんのみたいな感じですけれども、まあいいんです。はい、やりましょう石井お願いいたします。で、来年はねそういうスポーツ観戦の曲とか、皆さんのことをもっともっと思った楽曲いっぱい発信していきたいなと思ってますので、ぜひそちらもねお楽しみにお過ごしいただきたいと思います。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。皆さん来週こそメッセージくださいよ。テーマは今年の私、来年の私がテーマでございます。一緒にこの1年間見つめ直して、もっともっとハッピーになる方法、ハッピーのパワー見つけましょう。では今週も皆さんめちゃくちゃ暖かくして、めちゃくちゃハッピーにお過ごしくださいね。それでは一緒にバイバイハッピー。